7月9日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて264円4銭高い2万2052円18銭で終えました。大引け値で2万2000円の節目を回復しました。トピックスも同様に大引けベースで1700の節目を回復です。先週末に比べて 20.25 ポイント上昇の 1711.79 で終えています。東証一部全体の8割近い1649銘柄が上昇です。下落したのは全体の2割弱390にとどまりました。東京市場全体的に買い気が優勢でありました。日経平均株価冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経225冷やしですが、先週75日線オレンジの線を割り込んだ後、金それから今日月曜日ですね、金月と明確な切り返しになりました。ただ今日は高いところで75日線には届きませんでした。まあ、とはいえ 1.2%、まあ、大幅だと言っていい水準になります。一方で中古型株市場で例えば東証2部ですね、東証2部は75日線を取り戻してきています。こちら東証2部指数の冷やしチャートですが、先週の下げで東証一部と同じように75日線オレンジの線割り込んだ後、金曜日の段階で75日線回復、そして今日の段階では今度は25日線回復をも伺うような2部指数の動きとなっています。まあ、どちらかといえば東証一部よりも2部といった中古型株市場が資金を集めたという格好であります。一方で新興市場です。新興市場、例えばマザーズ指数はこのところ年初来安値更新続いてきましたけども、結局こちらも金曜日で下げ止まったと判断できるチャートでしょうか。まあ、金曜日に木曜日の大陰線の中で金曜日に陽線と、まあ、反転攻勢の芽が芽生えて、今日こちらですね、月曜日5日線を上抜いてきたという動きであります。まあ、ただ25日ですとか75日の移動平均線回復にはやや遠いといったのがマザーズ指数の動きであります。今日は東証一部の主力銘柄、おおむね強い銘柄が多くなりました。例えば6758ソニーです。ソニーも先週このように陰線続きで冴えなかったんですが、今日は先週1週間分の下落を一気に取り戻すような大陽線をつけて買われています。まあ、一気に急速に切り返す動き、今日は 4.4%、まあ、この銘柄にしてはかなり大幅な上昇率であります。また先週ですね、薬品のエーザイがストップ高まで金曜日材料が出て買われていましたけども、今日も連続のストップ高であります。金曜日ストップ高比例配分で終えた後、今日も窓を開けてこちら今日もストップ高比例配分で終えています。1万と700投円ということで、こちらもストップ高2連続というのが今日のエーザイの動きになります。一方で一部のセクターの中でやや冴えなかったのが原油関連の銘柄であります。例えばプラント関連1963日記といったところは今日も冴えませんでした。先週末に東京市場日経平均トピックス一部が切り返しムードに入る中、この銘柄は木金月と3本続けての陰線となっています。まあ、原油価格足踏み続いているということで、こちらの銘柄からはやや資金が流出気味、 1% を超える下落になりました。今日の東京市場は終始買い物が先行、日経平均が2万2000円の節目を回復、トピックスも1700ポイントの節目を回復、マザーズ指数、ジャスダック平均ともプラスで終えています。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。